ハニュー・ユズルの恐怖から逃げない魂に迫る神聖宇野昌磨との競争が彼をさらなる高みへ導く。日本のフィギュアスケート界においてハニュー・ユズル20歳は独自の世界を築いてきた選手だ。彼の演技は優雅さと力強さを兼ね備え、瞬く間にファンの心を魅了してきた。しかし、その魅力の裏には激しい闘志と恐怖から逃げないという信念が秘められていることが、 最近の NHK 杯での活躍から浮かび上がってきた。NHK 杯ではショートプログラムとフリースケーティングで史上初の300点超えという快挙を成し遂げ、優勝を果たしたハブ。彼の演技には驚きと感動が共存し、観客や競技者を魅了した。今回のプログラムでは、カナダ大会の演技構成を変更し、最高難度のプログラムに挑戦したことが功を奏したと言われている。カナダ大会後、 ハブは練習拠点のトロントで夜遅くまでオーサーコーチと話し込んでいたとの目撃情報もあります。彼はもっと難度を上げたいと直談判し、NHK 杯で4回転ジャンプを2回飛ぶという挑戦的な演技を選択しました。オーサー氏はグランプリファイナル出場のためにはまず NHK 杯で安全策を選ぶべきだと説得しましたが、ハブはガンとして聞く耳を持たず、自らの意志を貫いたのです。この 反逆の挑戦には、新生宇野昌馬、17歳の存在が大きな影響を与えたと言われています。宇野選手は今季シニアデビューし、その才能と成長ぶりに多くの人々が驚かされています。ハブは宇野選手をジュニア時代から可愛がっており、彼の急成長に触発され、絶対に負けない、という闘志を燃やしたようです。五輪金メダリストとしてのプライドから、ハブは安全策に逃げることを許さなかったでしょう。 しかし、それだけではなく、彼のないには深い思いが芽生えていたのです。大会前、ハブはお母さんに髪を切ってもらったそうです。彼のヘアカットはいつもお母さんの役目であり、それが唯一のホットできる瞬間なのだとか。その時、彼は自らの心境を語りました。本当の勝負は来春の世界選手権。でもだからこそ、ここで弱気になったらその目標は達成できない気がするんだと。 最高難度への挑戦は、彼にとって、恐怖から逃げないという、自らとの真剣勝負でもあったのです。宇野選手の台頭は、ハブをさらなる高みへと押し上げる刺激となったのかもしれません。競技者同士の健全な競争は、互いを高め合う力を生み出すことがあります。今回の NHK 杯での活躍を見て、ハブは新たな境地に立ち向かう覚悟を固めたのかもしれません。羽生譲るの魅力は、 彼の美しい演技だけではありません。かのなに秘められた、投志と、恐怖から逃げないという信念が、彼を世界のトップ選手としての高みに導いているのです。次なる舞台は、来春の世界選手権。その舞台で、羽生結弦がどのような挑戦を見せるのか、世界中のファンが今から待ち遠しく思っています。